20代後半でやっぱ正社員経験ないってなっちゃうとずっとアルバイトを転々とするみたいになってしまうパターンがあるので一回パートで入っちゃうとあこの人はパートなのねっていうので正社員に上がるのがすごい難しかったらしいんですよダイソーでアルバイトしている20歳男です先日マネージャーから正社員登用しないかと言われ迷っています劉紀さんどう思いますかダイソー残業についてどう思いますかえっと正社員になった方がいいと思いますよあの正社員になってから転職した方が あの、辞めるときにも、あの、給料の高い会社に行きやすいです。要はその、ダイソーでアルバイトしていましたっていう人と、あの、ダイソー工業の正社員でしたっていうのであれば、正社員待遇で転職しやすいんですよ。でも、アルバイトで履レクション持っておかれると、やっぱり次もアルバイトになっちゃうんですよ。なので、あの、別にそのなんか、あの、アルバイトの方が給料高いよねとか、なんかあの、仕事こたれなくて、どうにしても働かせるから大変だよねっていうのはあると思うんですけど、もうさっさと正社員になって、さっさと転職しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。 そのなんか一生ダイソーで当たるつもりはないんだと思うんですよね。なので、あの転職っていうのを基準にやるのであれば、履歴書を盛るっていう意味でも、早めにあの正社員になった方がいいんじゃないかなと思います。前回無能20代後半アルバイトのシフトが減らされ転職を考え、アルバイトが正社員かどちらがいいかという話で正社員になって履歴史を持ってくださいと言われたものです。正社員求人を受けてがお伺いただきました。おめでとうございます。 現在シフトが減った状態で慣れてしまっていて、今回が物流の現場であり、5ヶ月間週一休みしか取れない、え5ヶ月間が週一休みしか取れない月と、残業はかなりあるんですが、入社まで1ヶ月あります。今の仕事は残業なし15日出勤、8時間勤務でスクワーク兼仕事少な長く続けたいです。あの、仕事がいくら少なかったとしても、正社員の場合はちゃんと給料を払わなきゃいけないっていう法律があるんですよ。 なので、あの、仕事が全然なくて呼ばれないとしても、あの、契約で決まった金額っていうのは払われるっていうのがあったりするので。なので、ちょっとそこら辺本当に正社員なのかっていうのと、あと、あの、その会社、あの、会社として存在するのか確認してください。要はその、正社員で週1勤務とかって、あんまりないと思うんですよね。週1休みしか取れない月か。これ、忙しいの方か。はいはいはい。 あ、でも別にあの、えっ、ー、と、週1休みしか取れない場合って、労働基準監督署に行くと、あの、週にちゃんと休み出してくださいって言われたりするので、なので全然問題ないと思いますよ。んで、まあ、あの、残業なしでデスクワークをして、給料を安くしたいのかっていうのなんですけど、今の仕事がアルバイトなんですよね。 なので、あの、正社員経験はしといた方がいいと思うので、で、あの、その、正社員の経験をしとくと、転職するときに、あの、もともと正社員だった人は、じゃあ転職するんだったら正社員待遇で受け入れようっていう会社が結構多いんですよ。 で、アルバイトの人だったら、じゃあまあ、またうちもアルバイトからスタート、みたいになったりするので。なので、一回その、正社員っていう履歴書を作るっていうのは結構大事だと思いますけどね。今も20代だと思うので。で、20代後半でやっぱ正社員経験ないってなっちゃうと、あの、この先、その、僕ら氷河期世代みたいな、ずっとアルバイトをこう、転々とするみたいになってしまうパターンがあるので、なので、早めに正社員の履歴書を作った方がいいんじゃないかなと思います。えっと、今は、あの、20代後半アルバイトですよね。はい。 えー、軽度の身体知的障害者です。今年恋人と同棲します。障害者雇用でパートと正社員、どっちが働きやすいでしょうか障害者年金は月6万円もらってます。働いた賃金が7万ほどと仮定して、月10万円の稼ぎ、一般的に見てどう思うんでしょうかまあ、あの、住んでる地域によりますけど、手取りで15万あるんだったら全然問題ないと思いますよ。で、あの、パートと正社員で、どっちでもいけるんだったら僕は正社員をお勧すすめします。その、あの、要は、 その、正社員で働いてみて、あ、やっぱりきついよねってなったらパートに変えるっていうのができるんですけど、一回パートで入っちゃうと、あ、この人はパートなのねっていうので、正社員に上がるのがすごい難しかったらしいんですよ。あの、ご存知ないかもしれないんですけど、そのパートとか派遣社員で働いていて、正社員になりたいと思ってる人ってめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。 あの、僕と同じぐらいの年齢で、氷河期世代って言われてる人たちって、その、正社員で、あの、大学卒業しても就職できなかったから、バイトでずっとやってって、で、まだにそのなんか、あの、フルタイムのその仕事じゃなくて、派遣だったりパートだったり状態で、正社員になりたいよって言ってる人っていっぱいいるんですよ。なので、正社員になれるチャンスがあったら、基本僕は誰であれ正社員になった方がいいと思うんですよ。で、ただ、障害の問題があって、正社員でやってると、勤務時間長いとちょっといろいろ問題があるよねとかだったら、その時に初めてパートがいいですって言って下がるっていうので、 そう、どんな人であれ、正社員のチャンスがあるんだったら、僕は正社員になっとってほしい,いんじゃないかなと思います。で、正社員の、あの、まあ、法律上パートでも一応可能なんですけど、正社員の場合だと、何かその病気になりましたって診断書をもらうと、給食手当っていうのが、えっと、6ヶ月とかで給料の9割がずっと出てくるみたいなのがあって、で、それって払わないっていうことが言えないんですよ。 法律上、その、あの、病気であるっていう診断書がもら,もらった人の場合は、休業をさせなければいけない。で、休業中は休業手当を出さなければいけないっていうのが法律で決まってるので、もし出さないっていうところその職場があったら、労働基準監督署に行くとあ、労働基準監督署が文句言ってくれて、会社の方からはわらせるようにしてくれるっていうのがあったりするので、で、一応法律上は実はアルバイトのパートも可能なんですけど、日本の場合それ結構難易度が高い状況なんですよ、実質的に。 なので、あの、その病気だったり働けない可能性があるっていう人は逆に正社員になっとった方がいいんじゃないかなと思います。あの、辞めるにしても、あの、えっと、休業手当もらって、で、辞めて、で、その後失業手当もらえるんですけど、正社員だと。で、一応、あの、パートとかイトでも法律上もらえるんだけど、なんか失業手当もらえないことが結構あったりするんで、で、あの、正社員だと失業手当もらえるんですけど、で、失業手当の期間が6ヶ月とか終わった後に、最後に1ヶ月、2ヶ月、職業訓練校に通うっていうのができるんですよ。 要はその、失業してるけど仕事が見つかりません。なので、職業訓練校に通いますっていうと、職業訓練校に通ってる間も手当がもらえるんですよ。 で、食欲連行ってどんなのあるのとか、IT とかもあるんですけど、あの、知り合いとかだと、なんか、ネイルのスクールみたいなのがあって、その、要はネイルを自分で塗るっていう、あの、自分でもそれを学びたいみたいなのを、国がお金を出してくれて、で、1ヶ月、さらに失業ってやってももらえるっていうのがあって、なんかあの、カルチャースクールで的なところに行って、金ももらえるっていうのがあるので、なので、あの、国の仕組みでそういうあの、なんか割と便利なものがあるので、極限まで使い続けるといいんじゃないかなと思います。 えー、37歳、兼業主婦です。5歳と2歳の子供がいます。子供が小学校に入るタイミングで正社員辞めてパートに転職するべきか悩んでいます。えー、子供が支援がいるタイプということもあり、子供との時間を増やして一方で教育費などお金の面も心配です。旦那の年収7百万、私の年収3百万ちょっと。地方済み、住宅ローン2500万円ありです、えー。仕事は事務職です。何かアドバイスいただけますでしょうか、うん でも今のところ正社員ってやれてるのであれば、正社員でもいいんじゃないかなと思いますけど、あの、結局その、パートになった後にお金が足りないということが発生しないのであれば問題ないです。でも2500万円の住宅ローンをさっさと払った方がいいと思うので、多分お金足りまん問題発生しちゃうと思うんですよね。なので正社員で一生懸命稼いでさっさと住宅ローンをなくしてしまうっていう方がいいんじゃないかなと思いますけど。 で、その教育費っていうのも意識してると思うんで、子供と一緒にだと、逆にあの、パートよりも正社員の方が時間の融通を聞いたりすることありますよ。要はその、あの、パートだと、そのなんかあの残業を頼まれた時に断りきれないみたいになだったりするんですけど、正社員だと割とそのなんか残業をさせるのが、えっ、ー、と、来年から確か残業代がなんか30%に上がるんだっけ なんかあの残業代のその上乗せの金額が上がったりするので、なのでそうすると、あの正社員って残業させると、なかなかあのコストが上がるから、きついよねーみたいになったりするので、なので正社員のままで続けたほうがいいんじゃないかなと思いますけども。 えー、現在は手取り17万の4年満期の事務の契約者にしています。テストを受けて正社員になると、新卒採用の正社員と同じレベルの仕事をして手取りが13万円になります。ただ、ボーナスはあるのです。年収は上がりますが、毎月の手取りが下がるとモチベーションが下がりそうなのと、ボーナスで結局生活費を補う形になりそうで、あまりメリットを感じません。えー、ひろゆきさんなら転職過去で正社員になるのかどちらかいいと思いますか正社員を選びます。正社員になってから転職します。 要はその、契約社員の状態で転職活動をするのと、正社員が転職活動をするので、あの、転職先の給料と待遇が変わるんですよ。なので、少なくとも正社員を1年とかやって、あの、ま、普通に正社員として給料をもらって生活してましたよっていう状態で転職活動した方が、あの、より、あの、いい転職をしやすいので、転職をするかどうかでいくと転職なんですけど、正社員になった後に転職っていう方が、最終的には収入増えるんじゃないかなと思います。 えー、いつも動画見させてもらってます。子供も大きくなったので、パートから正社員に転職したいのですが、今後安定できる職はありますでしょうかえっと、正社員で募集してる会社にバンバン応募してみてください。質より量で。あの、まあ、結局その、たまたま今人足りないよね、みたいなところは応募したらすぐに受かる可能性もあって、そのなんかあの、自分がこういうことやりたいとか、こういうところに行きたいとかっていうより、あの、正社員になりたい人いますかっていうふうに言ってる会社に応募した方が受からかこり高いので、なので、質より量でバンバン応募すればいいんじゃないかなと思います。 えー、25歳大学中退で当たらます。正社員でやってたコールセンターを辞めて、現場仕事のバイトを週6から7で入っています。肉体的にかなり楽な仕事なので、ほぼ毎日出ても苦にならなく、月無休で当たることもあります。8兆任せるようにもなり、正社員の頃の給料より1.5倍くらい増えました。しかし、どこまで行ってもそれ以上増えないこともわかりました。金があるだけいいと思うんですが、正社員目指すべきでしょうかはい。あの、正社員になると、あの、いるだけで給料上がります。<laughs> あの、 まあ、基本はその、正社員って給料上げなくてもいいんですけど、なぜか日本って、正社員って、自動的に年取ると給料上がるシステムになっちゃってたりするんですよ。なので、あの、今の状態だと給料上げたいのであれば、正社員になった方がいいと思いますよ。えー、日本の正社員の信用って法律によって得られてるだけでしょうか まあ、ああの、首になることはないので、そういうほどのことしない限り。なので、あの、正社員であれば、まあ、ああの、金貸しても大丈夫だよねっていうので、クレジットカードとか通りやすいってなったりしますね。 契約社員として出版社勤務の3時のワーキングママです。以前正社員になるタイミングがありましたが、妊娠が分かったためその話がなくなりました。3回妊娠出産し、育休を取って毎回フルタイム復帰してますが、なかなか正社員にしてもらえません。どうしたら正社員になれるでしょうかまた出版社の将来性どう思いますか転職は子供3人いるとなかなか厳しいと思っています。えっと、多分無理なんじゃないですかね。 ただ、あの、法律上契約社員5年やると正社員になるので、勤務時間ちゃんとつなげるともう5年になるんじゃないですかね。で、ひょっとしたらそれを気づいてない可能性もあるので、なので、一回その、あの、要は出版社が気づいてない可能性があるので、老期通ると、あの、いきなり正社員っていうな可能性もあるので、ちょっと一回そこら辺、社労士さんに相談してみるといいと思います。あの、ネットで社労士さん探せばいくらでもいるので、そこにあの、こういう状況なんですって相談すると、多分まあ5000とか1万円でそんなに乗ってくれるんじゃないですかね。 26歳、大手企業の正社員です。最近自分の将来に不安を感じています。正社員なので、ほどのことがない限り、クビになることはないと思っていますが、コロナウイルスなどの影響で、会社がいつまであるかわからないのに加えて、無能なので転職できるかも不安です。えー、自分の得意なことが見つけられず、稼げるスキルもわかりません。好きなとこで仕事を生きていくべきか、そこまで苦手じゃな,じゃないことで稼ぐか、ひろゆきさんはどう考えますか。えっと、大手企業の正社員で無能だと自覚しているのであれば、大手企業にいるというデメリットを最大限まず活用してください。 あの、日本の場合って、無能であることを理由に首を切るってかなり難しいんですよね。その、会社が潰れるとかっていうレベルじゃない限りは、なかなか首を切ることができないので、なのでその、言われたことだけある程度やっておくと、昇給することはなくても首になることはほぼないんですよ。なので、あの、下手になんか自分のそのなんかスキルを磨いて転職して、 で、そこで大企業じゃないからもう会社潰れましたとか、そのパワハラがありましたとかなるて困るんですけど、大企業ってパワハラがあった場合もパワハラがありましたって言って問題にすると逆にあの腫れ物に触るような形ですごく優しく扱ってくれて一生首にならないポジションとか手に入れたりするんですよね。なので、あの、無能であればもう転職しないで大企業でずっとあの窓際としてダラダラい続ければいいんじゃないかなと思います。 まあ、あの、26歳なので、30年後あるかどうかわからないですけど、まあ、ただ大企業で全然お金使わなければ、40ぐらいまで20年間に続けると、多分2、3000万円ぐらいは貯金貯まると思うんですよね。なので、あの、その貯金を貯めつつ、だらだら暮らすっていう感じにするといいんじゃないかなと思います。今日の動画をここまでまとめると、正社員にならないと人生保存する。正社員の残業代がアップする。 契約社員を5年続けると正社員になれる。正社員は解雇されにくい。失業手当ももらえる。ということです。かけてもいいですけど、チャンネル、登録した方がいいです。